はい、こんにちは、本日は波動スプリンクカップ予選大会7回目ですね。ソプラティコ横浜館内の、予選大会の模様をお届けします。ちょっと回線の都合上生配信できず録画になってしまうんですけども、すいません。はい、で早速第1試合そろそろ始まるようです。第1試合はわちゃわちゃピーポー対和心ですね。いきなり第1試合から今回の優勝候補筆頭わちゃわちゃピーポーの第一戦ですね。和心も最近すごく力つけているので、どういう、どこまでわちゃわちゃピーポー相手に戦えるかすごい楽しみです。さあすごいですね、和心。結構頑張ってたんですけど、シャケーザー準備中です。なんか一言もらっていいですか？最終回見ましたか？悟空さんと私が共闘すれば誰にも負けません。ありがとうございます。第2試合目はマックスファクター対シャケーザ新選組です。マックスファクターは、ビギナーズカップ見事2位の成績ですね。はい、かなり乗りに乗って今日の大会挑んできてます。一方シャケーザ新選隊も昨日マスターズリーグで、TNW と対決したんですけども、結果的には7対1、試合でいうと6対1ですね、だったんですけど、最後の 3-on-3 2連戦ではどちらも1点差っていうところですごいいい戦いをしていたんで、今日も結構いい戦いしてくれるんじゃないかなと期待してます。
さあ始まります。さあマックスファクターはしっかりシールドを貼って、おっとパンちゃんもちゃんとシールドですね。パンちゃんがシールド2ですね。さあ新生社経済新三体かなりいいですね。1点リード。さあ点重ねて2対5。おっとマックスファクターも食らいついてきますね。さあ追いついた。さあ追いついて、おっとリード、ここで1点リードしたのはマックスファクター。さあ2点リードに広げて、さあ残り15秒。さあいい戦い。おっとシャケーザー、さあこのまま終わるか。さあいいですね、デスボール響き渡ってる。さあおーいいですね、シャケーザー。しっかり練習積んできてるだけある。ありがとうございます。強いじゃないですか、シャケ力の大会でウォーミングアップしてきます素晴らしい。ありがとうございます。次はわアナツ対 TNW ですね。あここはどっちが勝つか。力的にはほぼ同じぐらいなのかな。気合入ってますね、両チーム。さあ始まりました。さあ先制点はアナチスですね。さあここでシールド1ですけど展開して、その間にチャージですかね。あー強いですね、アナツチ。さあ TNW もここから追い上げていきたい。10対3、11対3。おっとここで一気に点数を重ねていって点差を広げる。あーこれは TNW ちょっと厳しいか。さあここで15対5。
穴土がかなり仕上げて今日臨んでる感じですね。さあ次は性別迷子ですね。今日も可愛い。そして和心、和心頑張って、頑張れ。さあ始まります。性別迷子 VS 和心、ここ結構いい戦いになるんじゃないかなって予想してるんですけどね。おっといきなり4枚抜き、おっとお互いかな、第1ですね。さあおっと和心をここで大量リード、どちらもシールド使わず、うん、和心もしっかりスピード上げて点取りに行ってますね。さあ打ち合いの展開ですけど、うん、あ、いいですね。和心の方もしっかりと前衛と後衛分かれて、あ、いいですね。点差重ねる。さあそうですね、ここから後半、性別迷子残り20秒、追いつけるか。12対14、あと2点、1点差。さあ次の1点、おっとあごころ、うわー、おまだ分かんない、あーごめん、いやーいい戦いでしたね。あ、本当和心が最近もしっかりやっあの力つけてるんでね、本当あと一歩でトップランカーっていうポジショニングですね、和心は。さあ始まります、わちゃわちゃピーポー対 TNW。 さあいきなり4枚抜き、あ、 TNW としてはこの試合は落としたくないですね。さあ1点リード、追いついて2対2、両チームシールドを適時使って展開ですが、あ、ただしっかりとシールドの対応はもちろん両チームしっかりしてますね。さあ11対7、12対8に残り30秒を切って TNW を巻き返せるか。さあここからだんだん点差が広がってしまうか。さあシールドをしっかり残り張って、もう逃げ切り体勢ですね。
あそこら辺もやはりうまいですね。あ、このまま逃げ切って19対11でわちゃわちゃピーポーの勝利です。強い。さあ次も注目の一戦ですね。マックスファクター対穴土ですね。始まります。マックスファクター対あなたってと二松の香りがする。あ、これもちょっとどっちが勝つか読めないですね。ワールドカップ経験者としてはあなたの方が、まあ、ランキング的には高いですけど、ね、最近のマックスファクターも結構おっとシールドの戦い方ですね。この戦い方した時のマックスファクター結構強いと思うんでね、穴土に対してどういう結果になるかすごい楽しみですね。さあやっぱり穴土屋でもしっかりと壊してきますね。ビギナーズカップではこの戦い方をして、見事決勝まで進んだんですけどね。さあ穴土に対してはこの作戦がハマるか。さあ1点返した1対1。さあただシールドの消費が激しいですね。さあただここで点数広げる。さあ残りが2枚ぐらい多分残っているんで、それをどのタイミングで出すかですね。さあこの点差キープできるか。さあ追いつかれて3対3。さあ後半は穴土のターンになりそうですが、さあ若干ちょっとマックスファクターのシールド失敗ですかね。やはり位置が追いつく。おっとリード。さあ残り1枚出したいところ。さあっと、さあ追いつけるか。あと一歩及ばず。ちょっとシールド1枚残しちゃってたのが若干もったいないかな。さあ6対7で穴土の勝利です。さあ次は華やかなカードですね。性別迷子対シャケーザ新戦隊。シャケーザ新戦隊の方は悟空さんがいますね。新メンバーですね。パンちゃんじゃなくてビーデルなんですね。大丈夫？悟空とビーデルとプーアルですね。はい、ありがとうございます。それでは中央の方に提出していただいて、見せてあげる。キレお願いします。キレお願いいたします。お願いします。それただいまの夏休み以内に注意を出してエントリーまでお願いします。殺しなさい。作戦通りね。はい。
さあ始まります。いいよいいよ、球集めて。さあ性別迷子対射形座新戦隊。さあ新戦力の悟空さんがどんだけ戦うか楽しみですね。さあスコアは2対1で性別迷子1点リード。シャケイザ食いついていきたいところですね。ここで離されると結構きつい。さあただ悟空さん狙われてますね。悟空狙いすぎてるから撃って撃って弾撃ってないよ。カメハメハ。そうですね、左の間に入って OK。 さあただシールドもすぐ壊されて、さあ最後のシールドかな。さあここをうまく使って挽回していきたいですが、なかなか厳しいか。やっぱ2位だとすぐ割れちゃいますね。さあこのまま終了で17対7で性別迷子勝利です。さあマックスファクター会議中ですね。さあ次は TNW 対和心。さあここもだいぶ和心いい試合するんじゃないかなと思うんですけど、さあ点取ったのは TNW。 さあすごいついて、あと点取り合いですね。パラメータもほぼ同じような構成ですが、さあいいですね、和心が点重ねる。あただとは TNW も食らいついてくる。さあ点の取り合いです。さあここでシールドを展開して、その間にチャージですかね。さあただ点を取っていっているのは悟空です。さあここで追いついた。残り20秒切ったところで、さあ接戦ですね。さあどっちが次1点取るか。おっと悟空1点2点。さあ TW は追いつけるか。さあ、あと1点、追いつけるか。うわー、追いつけない。これは和心大金星に近いような勝利ですね。いや和心が本当に力をつけている。さあ、ちょっと和心に、ちょっと和心さん、一言。いつも負けてばっかりなんで、今日は調子がいいみたいなんで頑張ります。よろしくお願いします。いいですね。ありがとうございます。じゃあビクユさんも、これマイク入ってるんですか。こんにちは。え、入ってます。反応してる誰か。今日ねネット配信できなくて、あら、ネットあ、後で動画、後で録画で、どうやべ、恥ずかしい、カットで頑張ってください。頑張ります。それでは一礼よろしくお願いいたします。今より30秒以内にスキルを復旧してエントリーまでお願いいたします。
さあチャチャピーポー対マックスファクター始まりました。さあ、おっと、わちゃわちゃがシールドを出してきますね。お、シールド1人4に振ってますね。ちょっと今までとは違う戦い方。マックスファクターは得意の3枚シールドですね。さあ、ちょっと面白い組み合わせの戦いですが、さあ1点取っているのはわちゃわちゃわちゃ。さあシールドがどんどん展開される展開ですが、もうすぐシールド足つくよ。さあなかなか点が入らない。おっと1点取った。我慢して持ってけ。さあここで1点追加して、ちょっとこの1点は重いかな。さあここから攻撃力の高いワチャチャが点差を広げてしまうか。さあ両チーム残り1枚シールドを残してますが、あーもうこうなってしまうとなかなか立て直せないですね。10対2でわちゃわちゃ勝利です。いや面白い戦いでもありましたね。強い。はい、マックスファクター用の戦い方でだったんですかね。さあ次は性別迷子対 TNW ですね。始まります。性別迷子対 TNW。 おっと4枚抜き上がれ。あこれお互いやり返す感じで2対3。 TNW は最近は3人とも3-3-3-1っていうのが多いような印象なんですけど、今回もそうですね。試合の展開ですが、4対5で1点リードは TNW。 さあ追いつくはすぐ取り返すような展開で、さあこのまま後半、さあ性別迷子は追いつけるか。おー、追いついてますね。さあ残り15秒。さあここで追いついた。さあ次の1点取るのは性別迷子。おっと取り返して同点。さあこのまま終わるのか。おっと14対14。さあおっと TNW がこれ最後2点追加して、 TNW がラスト 1-2 秒ですね。本当に2点追加して勝利です。いやドロー行くかと思ったんですけどね。最後決めてきましたね。何が起こったの？
ポンちゃんの悔しそうな顔が一瞬見えましたが、惜しかったですね。さあ今日はビーデル、パンちゃん、いつもパンちゃんなんですけどね、今日はビーデルで臨んできてます。さあ対する金土、金土は先日のフットサルと稼働のコラボイベントで見事優勝してきてますから、なかなか今調子上がってきてるんじゃないですかね。対するシャケイザ新戦隊も昨日はマスターズリーグで KNW 相手になかなかいい戦いを繰り広げられていたんでね、今日も頑張ってほしいですが、中はまだ負けてないですからね。本日の3戦目現在1位はわちゃわちゃピーポーがもうすでに3勝を決めているので、アナツとしては落とせない一戦ですね。ただ穴土が大量リードしてますね。さあ、シャケイザは後半巻き返せるか。さあ、穴土は全員がしっかりと、自分のタイミング、いいタイミングでシールドを張っていってますね。そういうのが微妙にこう効いてくるんですよね。大量リードで14対4、10点差。赤動いてないよ。いや、夏地のシールドの貼り方が本当にトップ選手のようなバチャゴナピーポーを見ているかのようなシールド使いですね。さあ、点差を広げて、おっと、すごい、20対5。これは今日の穴土はかなり強いですね。この中では一番新しいチーム、我が心はですね、新しいチームなんですけど、本当にめきめき力つけていて、今日も性別迷子と TNW をもうすでに撃破しているという、強いですね。さあ現在1
同率1位ですね。あなたちょっと始まります。これもどっちが勝つか全く読めないですが、勢い的には和心いくんじゃないかなと思うんですけどね。ただマックスファクターどういう戦い方してくるか。さあやっぱりシールドかな。さあ和心も、和心もシールド貼ってくる。いやむしろ、あ、和心はでも1枚ですね。ああマックスファクターもシールドを使うけれども今回は2人ですね。1人は攻撃に専念という形ですかね。マックスファクターはいろんな戦術の幅ありますね。さあなかなか2枚を壊せないでいますが、その間にどん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 点差が広がってしまう。さあ和心としてはすぐシールドを破壊したところですが、さあ追いつく。さあマックスファクターそろそろ次のシールド出したいところですが、これはあまり出させてもらえてないのかな。あ、いやもう使い切ってんのか。さあこうなってくるとちょっと巻き返し厳しいか。さあここで和心がマックスファクターも撃破。さあ乗ってますね和心、7対13で和心勝利です。強い。シールド1でもしっかりと出せるチームがトータルでやっぱ有効打が多くなりますね。
対12で点差を広げて残り10秒さあしっかりシールド出し切って7対13アナチの勝利です。出ますね、穴土。さあ今日の予選大会は、性別迷子、わちゃわちゃピーポー、マックスファクター、あなたって時たま土の香りがする、 TNW、 シャケーダ新戦隊、和心という7チームでの、リーグ戦をして上位2チームが決勝戦進出ということで、これはちょっともう上位2チームは確定ですかね。わちゃわちゃピーポーと穴土が抜きに出てるような感じですね。ゆうやさん、エクスペ。悟空と矢印さあそれではマックスファクター対ビーズの試合を始めていきたいと思います。いきます、ハロー、ファイトー。さあマックスファクター対TNW、 さあ TNW が一気にリード広げて6対0、7対0、マックスファクターはこれはシールドは使わないですね。ここで出してきましたが、じゃあ1人だけ4ですね。いやーシールドの使い方で1人が使うか2人が使うか3人全員シールド使うかいろいろ戦術持ってますね。さあ追いついてくる、さあここで追いつく、さああの点差をここまで詰めてきて残りがまもなく10秒、さあ11対12、さあただここで追いつけるか、あと2点、おっとただ点差を広げられて12対16、 TNW 勝利です。チャーチャピーポーは現在3勝0敗4勝目をかけてシャケザ新戦隊と戦うということですね。対するシャケザ新戦隊は現在1勝2敗シャケーザとか、ここでわちゃわちゃピーポーに勝ったりすると展開としてはちょっと面白いですけどね。さあ一礼と拍手をしてまもなく始まりますかね。
始まります。ガチャガチャピーポー対サピザ新戦隊。さあシールド出してくる。いいタイミングでシールド貼って2枚重ねて貼りますね。さあ3枚も出して、さあ最初のうちにシールドガンガン貼ってってますね。さあただ点差は2対1。さあ一気に点取って4対1。ていくわちゃわちゃピーポーですが、あちょっとシャケンダとしてはテンポ変えたいとこですね。さあ残り30秒切ってスコアは10対3。弾出てないですかね。さあ次の試合は性別迷子対マックスファクターですね。マックスファクターは本日最終戦。ちょっとね、今日はまだ1勝もできてないですからね、マックスファクター。ビギナーズカップでは見事2位で賞金6万円持って帰ったんですけどね。さあ最後の性別迷子戦で1勝することできるか。さあいきなり4枚抜き2対0。トーマックスファクターは今回も1人シールドですね。1人シールドに4振ってます。さあこのシールド展開できてるうちにもうちょっと点取りたかったか。8対3。さあ追いついてきた。9対7。さあ1点差。さあおっとここで追いついた。さあ1点取ってドローに持ち込めるか。さああと1点。うわー12対11で性別迷子勝利。いい試合でしたね。いやー悔しいですね、マックスファクターとしては。
さて、もっとビッグユーさん、ケイコピー選手に田中ゆかり選手。さあここで全勝同士の対決ですね。わちゃわちゃピーポー対あなたって時たま土の香りがする。どちらも4勝0敗同士。あ、おそらく、まあ、ほぼ間違いないかな。これに勝った方が1位通過ですね。さあもうおそらく両チームとも決勝戦のことを見据えてこの戦い挑もうとしていると思いますが、決勝戦の前哨戦のような戦いですね。さあ今回もわちゃわちゃの方は先にシールドを3枚使っていきますが、ただその隙に点取っているのは花土ですが、すぐ追いつく。さあリード、さあここで追いついて花土もシールドを展開しだす。あ、やはり両チームともすごい球の数ですね。第4、シールドを出してここで追いつきたい。さあ2枚展開。さあこの隙に、もうちょっと詰めたかった。さああと1点差。さあまもなく残り10秒で、さあ次の1点取るのはわちゃわちゃ。おっと点差完成重ねて11.7。さあこのまま終わるか。11対8でわちゃわちゃピーポーの勝利です。3勝1敗4勝目をかけてシャケーザと戦うわけですけど、まだね和心、まあ、ありえるんだよね。ただ得失点的にかなりやっぱ夏地わちゃわちゃが高いんでね、ちょっと厳しいかな。大量リードで勝ちたいですね、和心としてはこの試合。
さあ始まります、シャケザ新戦隊和心。そういきなり前抜き、真ん中シールめくるよ。さあかなり悟空さん狙われてる感じですね。4枚抜きを連続でやられちゃってる感じですね。さあ和心プレイヤー5番の方がかなり悟空狙いで点を稼いでる感じですね。さあ和心としては点差をつけられるだけつけたい。さあ和心ここを点差つければ自力で穴土に勝てればまだ可能性ありますね。さあそのためにもここでできれば20点差つけられると面白くなってくると思うんですけど、ね、さあ間もなく残り20秒。さあ点を積み重ねて現在3対16。さあただシャケーザーも、ね、負けてられないのでね。さあただわー心強いな。さあおっと強い、18点差つけて勝ちましたね。これはまだわからないですね。何もできんかった。あ、和心強い。待ってください。これは和心が最後の試合が穴土ですね。いや、あれか、穴土はいっぱいしてるから次穴土に勝つと和心が抜けますか。そうですね、得失点差関係なかったですね。失礼しました。まだリード保ってる。さあ後半わしゃわしゃ追いついてくる思うが性別迷子を引き離せるか。残り20秒。さあここで1枚シールド展開。さあ追いつく、9対9。さあ残り15秒。さあここでリードを取ってくるのはわしゃわしゃ。さあだから1点差、残り5秒、追いつけるか。追いついた。さあこのおっと1点だ。
いやー、いい戦いですね。性別迷子惜しいな。いやー、いい戦いでしたね。性別迷子も最後意地を見せた感じですね。惜しくも敗れましたが、わちゃわちゃピーポー相手に1点差。さあ、ここを真心勝負の一戦ですね。さあ、どちらも4勝1敗同士。いや、馬心がここまで強くなってるとは思わなかったですけど、これもしかしたらあるかもしれないですかね、和心の予選勝ち抜きが。見てみたいですけど、ただ夏地も今日は、ね、かなり仕上げてきてる感じがするんでね。まあ、順当な実力でいくとまだ夏地が有利かなというところですが、さあ2位通過かけた一戦、夏地対和心始まります。さあ、始まりました。あ、さあ、お互い1枚ずつシールドを貼って空が1点取ったのは、2点取ったのは夏地。さあ、和心食らいついていけるか。おっと、これはちょっと一方的に5対0、6対0。さあ、ここで1点取って、ちょっとテンポ変えていきたい和心ですが、さあ、シールド貼って、さあ、立て直していきたいですが、だが点をなかなか点差が詰まらないですね。さあ、ここでトントントンと穴塚点取って14対3。あ、15対5。うん、やっぱ強い穴土。あ、16対5で勝利したのは穴土ですね。これで穴土の2位通過が決定ですね。いやー、和心あと一歩。ありがとうございます。いやー、和心惜しかった。
さあ予選リーグの最終戦ですね。TNW 対シャケーザ新戦隊。シャケーザ新戦隊は矢代部選手がかなり監督的な立ち位置で熱心に指示を送ってるんですけど、いいですねそういう姿は。最後の最後までシャケーザに何か指示を出してるんですかね。さあ予選リーグ最終戦 TNW 対シャケーザ新戦隊始まりました。さあこの両者は昨日のマスターズリーグで戦ってますからね。ケータのデスボール、ヒット当たってますが、5分って4対1。さあ残り40秒で6対3、7対3。 TNW の方はもうずっと変わらず 3-3-3-1 ですね、全員が。シャケーザの方もリーデル選手がシールド2というのが今日はもうずっとそういう戦い方をしてるんですね。さあだんだん追いついてきて、だが離れる13対7。残り10秒で、さあ7点差ついてしまったが、さあここで終了、15対10で TNW 勝利です。Thank you.
頑張ってさあ、まもなく決勝戦始まります。さあ2ラウンド取った方が勝ちです。さあ第1ラウンド、わちゃわちゃピーポー対花土。さあとわちゃわちゃはシールド1人ですね、田中ゆかり選手かな。さあ先制点は夏地。はい、さあおっと2点目も夏地が取った。さあ3点目も取って、さあただまあみんなライフが少ない中ですが1対4。さあ夏地の方は全員3331ですね。さあ残り30秒、点は2対6で4対3。ああお互い1点ずつ取り合って3対7。さあ残り20秒。さあここでもっとシールドは張れないか。さあ5対8、残り10秒逃げ切ることができるか。ナチチ、さあ点差をキープしたまま、さあ押し風ここで終了、8対10。さあ第1ラウンドはナチチ、すげえワクワクしてきた。さあ第2ラウンド始まります。さあ夏地がここで勝利してスプリングカップ出場権決められるか。さあわちゃわちゃも是が非でも取り返したいところですが、さあ2対1、3対1、さあ4対1、序盤はわちゃわちゃが優勢か。取り合って6対4。さあ残り50秒。さあ徐々に点差は広がるか。7対4。さあわちゃわちゃの方はもうシールドは出さず点をもうどんどん取りに行くスタイルですね。さあ夏の方は変わらず3331。さあなかなか点差が詰まらず残り25秒。さあ13対7、徐々に点差が広がっていく。さあ4点差まで詰めて、さあ残り15秒。さあ徐々に追いつくが4点差がなかなか縮まらない。さあ点差を広げて、さあここで15対11。さあわちゃわちゃが第2セットは取り返しました。
さあセットカウントが1対1で最後のセットですね。次のセットを勝利した方がスプリングカップ出場権を手にします。さあ最終セット始まります。このセットを勝利したチームがスプリングカップ出場権を手にします。さあ始まりました、わちゃわちゃピーポー対花土の最終セット。さあ1点取ったのはわちゃわちゃピーポー。さあ2点目も取ってトントントンと一気に点を重ねていく。さあ点差広げて7対1。さあ序盤は圧倒的にわちゃわちゃ有利ですが、さあここからそろそろ夏の方もテンポ変えていきたいところ。さあそうですね、シールド出してテンポを変えていきたいですね。さあただわちゃわちゃもしっかりとシールドは張っていく。さあなかなか点差が詰まらないまま逆に点を重ねられてしまう展開ですが、さあ残り20秒切ってなかなか点差を詰めることができない穴土。ああ逆にわちゃわちゃとしては点を広げていく展開で、ちょっと思わぬ大差がついた感じですが、さあここで試合が終了ですね。大差つきました。22対5でわちゃわちゃピーポーが勝利。スプリングカップの7枚目の切符ですね、手にしました。はい、では皆様ハロースプリングカップ第7回予選大会お疲れ様でした。ということでですね、見事優勝を手に入れたのはわちゃわちゃピーポーさんです。では皆様お前に行ってください。はい、スプリングカップの出場権獲得です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ではですね、優勝のわちゃわちゃピーポーさんに一人ずつインタビューをさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ではですね、第7回
予選大会締めたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで本日の予選大会はわちゃわちゃピーポーが決勝戦で穴土を破って出場権を手にしました。おめでとうございます。はい、ちょっと今日はですね、生配信したかったんですけどもちょっとできず録画という形になってしまって申し訳ないんですけども、また次回またゆるく配信したいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。